はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ね、腹筋プログラム4日目になります。皆さんもかなり習慣になってきてるんではないでしょうか。だんだんとね、時間が長くなったりしていきますけども、休み休みね、皆さん一緒についてきてもらえたらと思います。今日も頑張りましょう。はい、では行きます。各10回ずつ行きます。背中をしっかり丸めてください。はい、オッケー。はい、今度プランクをいきましょう。はい、左右に振ります。10回しっかりお尻をね、左右のお尻向ける感じで。はい、今度はサイドプランクです。1回ずつお尻をつけて持ち上げる。下ろすときはゆっくりです。ゆっくり下ろして腰がついたら上げます。ゆっくり下ろして腰がついたら上げる。下のね、ウエストをしっかり伸ばして縮める、伸ばして縮める、伸ばして縮める。はい、オッケー。反対です。止まっとくバージョンよりね、動かすバージョンの方が辛いんでね、頑張ってください。しっかり狙ってください。6、7、8、はい、オッケー。はい、今度はクランチいきましょう。しっかり背中丸めて10回。脇はできるだけ締めないように、脇をしっかり広げて頑張ってください。はい、OK です。はい、今度は万歳からの膝タッチです。いきましょう、10回。1、2、手の反動を使ってしっかり背中を丸めます。5、6、オッケー。今度はお尻に手を置いて下腹を動かします。腰が浮かないように膝は少し曲げ気味です。はい、できた。お腹をしっかりね、縮めたお腹を引き伸ばす感じでいきましょう。はい、オッケーです。今度はこのままね、上に上げます。おへその穴をこっちに向ける感じで10回。2、3、4、5、6、7、8、9。はい、オッケーです。今度は通常のプランクをいきます。腰をしっかり丸めたままで、お尻が出ないように丸めたままでキープです。はい、10秒。はい、OK。はい、今度はシットアップです。しっかり下向いて腰をしっかり丸めてください。腰のストレッチはね、反り腰を直しますんで、頑張ってください。はい、行きましょう。できるだけ脇広げて。はい、OK です。はい、30秒ほど休憩します。お腹をしっかり伸ばしましょう。感じでしっかりお腹伸ばします。大きく息をしましょう。腰をしっかり丸めてください。で今度はこのね反ったところから腰を曲げるんじゃなくて、まっすぐから腰を曲げる。まっすぐから腰を曲げる。それで腹筋をね、締めます。10回。1、2、3、5、6、7、8、9、OK。よっしょ、では皆さん行きましょう。2セット目です。ここから今度はももの上から手をずらしながら膝の上まで背中をしっかり丸めていきましょう。10回。膝の皿をこすったら入ります。バンザイでいきます。膝タッチです。10回。OK です。はい、今度はサイドプランクのキープです。手は腰で胸を張って、はい、10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、反対いきます。はい、しっかり胸張って、手は腰で肩の下に肘です。いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、今度は手は胸でバツです。逆プランクです。しっかり腰丸めてゆっくり倒れて、足少し上げて、息しっかり吸って10秒吐きます。いきましょう。はい、OK です。今度は足だけ動かして下腹使います。腰をしっかり丸めて、足だけ伸ばして曲げてって感じです。伸ばした時に腰が浮く人は伸ばしきらない感じで戻してください。10回いきましょう。1、2、3、4、5、6。休みます。今度は足をねバタバタしますんで、腰浮く人は少し膝曲げて動かしてください。はい、10秒いきます。はい、OK です。今度はバイシクル。体をひねります。しっかりお腹引っ込めて、膝と肘をつける感じで上半身ねじります。はい、いきましょう。10回123456789です。もう少しです。あと2種目頑張っていきましょう。はい、今度は手をついて膝を交互に曲げます。お腹はしっかり引っ込めて左右1回に10回です。いきましょう。1234567。はい、OK です。はい、ラストです。手万歳して膝タッチです。最後10回12345678910。 OK です。最後に猫背の方はお腹を伸ばしてください。猫背じゃない方はですね、これです。もう一回最後お腹を締めて、猫背の方はお腹を伸ばす。最後10回いきましょう。12345678910。はい、 OK です。皆さんお疲れでした。4日目。よく頑張りました。大体ですね、今4日目、12分間腹筋をしてました。結構すごいです。大体ね、腹筋っていうのは1分ぐらいやったらもう疲れますから、それをね、12分間継続してやっていってるっていうのはね、めちゃめちゃすごいことです。もちろん10回でメニューが変わってるんで、お腹がね、疲れ切る前にね、もちろん次のメニューに行っているっていうこともありますけども、大体ね、1日目と比べてね、お腹が長持ちする感じがね、徐々に分かってきてると思います。腹筋っていうのは、割りたいとか、あとは腹筋つけたいっていう場合は、表面の腹筋、腹直筋をね、しっかり使って、早く疲れるように腹筋がね、インプットされます。ですが、このように長く腹筋を使うことをしていくとですね、表面の大きい筋肉を使わないようになって、奥のね、深層部の腹筋を使うようになってきます。そうなってくると、腹筋をして例えば上部が出てる、中部が出てる、表の腹筋がね、大きくなっている人とかも、だんだんちっちゃくなってきます。要は長持ちさす腹筋がついてきますんで、まあ、その結果ですね、ウエストが引き締まってくるという感じになります。あと長く腹筋をするとですね、まあ、息もしっかり吐いてきますんで、腹横筋の力がついてですね、要は腹横筋ってのはまあコルセットみたいな役割してますから、息をふーって吐くとウエストがキューッと締まるようなね、そういう腹筋がついてきますんで、まあ、お腹の脂肪が減ってない方でもね、実質ウエストはね、キュッと締まりますんで、まあ、そういった点でもね、もちろん食事の管理もね、プラスして10日続けてもらう方がいいんですけども、まあちょっとね、気をつける程度でもですね、ウエストっていうのは引っ込んできます。なので、1日目と10日後、考えてもらったらですね、いつも着ている服、ズボン、制服、そういったものがですね、少しサイズが大きく感じるようになってくると思いますんで、まあそれを楽しみに10日間頑張ってもらえたらと思います。今日皆さん4日目、お疲れ様でした。頑張った方はね、よかったらグッドボタンとコメント、よろしくお願いします。5日目も頑張っていきましょう。